いやあ、刹那ケースキだよ。樹木、やっていきたいと思います。コンティニュー。これ終わったんか。とりあえず、真ん中のアイテム調べようの状態で終わったの。ああ、これ調べたわ。あ、そう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 。ここじゃ、この、なんか異次元に繋がっているとか言いおる、鳥居の中に入っていくんだな。そうか、そうか、そうか。異次元か。異次元に行けるんか。よっしゃ、行くぞー。おー。無限の彼方へ、さあ行こう。よいしょ。あ、なんかおるで、なんかおるで、異次元なんかおるで。いや、異次元なんかわからんけどさ。あれは、何かわかるかもしれない。バレないようについていこう。おろ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 。バレないように、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 バレないように。よっしゃー。なんかあるで、よっしゃー。なんか落としてくれたで。これは、何か落としていったみたいだね。今言うたで、俺。それは俺が言うたで、今。謎の手記。奴を殺さなければ、百目鬼一族の、百目家の当主を生かしておくわけにはいかん。私は当主を自殺することにした。しかし、簡単な呪いでは殺すことはできないだろう。そして、百目鬼一族の力を弱める必要がある。だが、奴らのことだ。相当な返しが来るだろう。術は終わった。いつ返しが来るかわからんが。だが、これで当主の命は尽き、百目鬼一族も、じきに力を弱めていくだろう。呪殺？きっと、六道一族の人が書いたものだ。縁を切られたことが、よっぽど恨んでいたのだろう。なるほどね、やっぱり。うわ、なんかすっごい火がついてる。緑の火がついてる。え、なにこれ、なんで緑な、なんで緑な、すごいな。火って普通赤いもんじゃないの。すごいの。なんなん、例えたら、みかんばっか食べてると体がみかん色になるよ、みたいな理屈か。え、どういうこと。緑色の野菜とかばっか燃やしていると緑の炎になっちゃうわよみたいな感じ。すごいな、すごいな、うんうん。あと鎧があるし、お札が貼ってある鎧兜が置いてある。鎧兜であったんか知らんけど、何に使っていたのだろうか知りませんよ。戦いに使っているたんでしょ、鎧ですもの。それとも中に機械仕込んでおいて自立で動くようになっとったりするんかな。すごいな、履いていく。絶対ないわ。そんなこと絶対ないわ。なんこれ。だいたいそういうのができたら、呪いなんかやらずに、これ操作して、一族殺せばいいのに。ん？人の目と思われるものが、壺にぎっしりと入っている。そんなことやめろよ、コレクター。そんなコレクターせんでもいいやろうが、目を集めとんだろうが、人形の目をさ。そんなに人形集めてなんかあるんか。俺、30個持ってる。おなんか50個持ってるもんね。甘いな。おなんか1000個持ってるわ。おぉー、ウォーってなるか、そんな。そんなんでウォークってなるか。人形には目がない。無理やり取られた跡がある。それだよ、もう。そこまでしてこんなに集めんでもいいやろうが。こんな瓶にさ。なあ。うん。次行っていいんだろうな。よっしゃあ。うわ、今度は青になってる。青になってる。これは何を燃やしたら青くなったんだろうね。これは何を燃やしたら青くなったんだろうね。そして普通な赤のもある。なんだろうね、これ。赤いの横に道はある。横？ようわからんけど。ん？飛ばされる。ああ、そういうことか。横を通ったら戻されることはないですよ、的な感じか。こんな感じ？でもってここ降りて、横に行こうか。お、行ける行ける。ああ、なんかスイッチある、スイッチ。スイッチ、オンと見せかけるオン。わ、めっちゃくだらんこと言うた。一階から音がしたような。で、帰るときはこうしたら帰らせてもらえる。一瞬で飛ばしてもらえるっていう。親切設計。おお、このシステム、我が家に欲しいわ。
とりあえず1階になんかあったんやけどな、これ。なんかあるぞ、これ。百目系の日記を手に入れた。当主が呪いによって殺されてしまった。あ、殺された後の話か、これ。相当強い呪いのようだ。こんな術使った本人もただでは済むまい。早急に呪った人間を見つけなければ、大体の見当はついているが、やはり犯人は六道のものだった。奴を目の前に閉じ込めるとしよう。あそこに入って出てきたものはおらん。目の前ってあれか、もしかして。地図にあった目が描かれとった部屋じゃない。そんな部屋あったもんな。我らの術の力が弱まっている。このままでは村を治めることができん。これも呪いの影響なのか。村？そんなんあるんだ。これ、やはり六道一族の人が百名家に呪いをかけたんだな。そうとしか考えられん。ということはその二つの勢力が争った感じで呪いが使われて今に至るわけですね。関係ないじゃん。私関係ねえじゃん。私何の関係もねえじゃん。なんで呪われてこんなところにいるかわかりませんよ。これこっちでいいかな。お、なんかありそうでないか。この先にはなんか最終兵器みたいなのが眠っとったりするんかな。逃がさない、逃げてやる。何ここ、急に空気が重くなった。なんかほんとすごそうなところ来たんやけど、鳥居が2つ並んどるし、そしてセーブポイント来たし、なんか出てくるっていう合図か。吟味しとかな、なんかあるぞ、吟味しとかな。地蔵には首がない。目だけじゃなくて今度は首から上まで集めることにしたんか。地蔵は特別サービスよって、全然特別扱いされてほしくないところでしたな、おい。そしてこの鳥居ですよ。まさかこれって好きな人と3回くぐったら両思いになれるとかいうやつじゃない？うわ、すげえ、わず、すげえな、くぐろくぐろ。よっしゃ、あれ？こっちは？こっち行けんの？回れんやん。3回くぐれんやん。そうか、私には彼氏ができるな、できないって言っているのか、遠回しに。くんなら、私になってね、作ろうと思えば彼氏なんかできるわよ。なんかすごいところ来たんやけど。何個か。これどっち行けばいいん？どっちに行けばいいかよくわからんようになってきた。怖いです。もう、怖いです。いきなりパーってくるやつが出てくるかもしれないっていう怖さがあります。怖いです。魔法陣ある。何これ、魔法陣とかあっていいんこれ。入っちゃったし。入ってよかったんこれ。正直入ってよかったんこれ。まあ、セーブしたけんいいや。うん。やよい、兄貴。ふふふ。誰？お前に、チャンスやろう。チャンス？お前は、どちらを選ぶ？親友か、兄か、ふふ。そんなの選べるわけないじゃない。バカにしないで。ああ、一つ言い忘れた。兄を選べば、お前はこの場所から戻し、元の世界へ生活に戻してやろう。そして、同時に富を与えてやる。ただし、親友の存在とお前の中の親友の記憶は消えるがな、ふふ。サイ、助けてくれ。あ、いや、ナオト。やっぱお前が兄貴だったんか。サイ、私はいいからお兄さんを助けてあげて。弥生、私はどうすればお金が欲しい。弱き者よ。我が一族に弱き者はいらん。
いやよ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、家に帰ってくれるって言うだよ、家に帰ってくれるって、うぃーす、なんかいつまでか寝とったみたいでさ、こんなとこまで来とったんやけどさ、おかしいな、俺さ、デジャブってやつかな、この家に帰りたいって選んだらなんか、家に帰りたいを選んだにもかかわらず家に帰してくれずにゲームオーバーになったような気がするんやけどな。いや知らんけどさ、知らんけどさ、なんかそんな気がするんよな。なんでだろう、わからん。というわけでちょっと弥生と一緒にここを出るの、やっぱこっちですよね。そういうちょっと親友を裏切ってまで兄を助けるっていうか、富を選ぶっていうか、まあ兄はどうでもいいけど富を選んでしまうっていうのは良くないもんな。まあ兄はどうでもいいけど富を選んでしまうっていうか、富、お前は富田さんか。というわけで、まあ、弥生、ち。何がちですか？親友を優先することが何がちですか？どの玉？どの玉？何それ？どの玉？怒ってる玉、お願いします。どの玉？え、どの玉って、その怒ってる玉、どの玉？もういいっす、そういう。怒りが込められている玉、まるで金でできているみたいだ。金でできている？金？金の、いや言わんとこ言わんとこ、それは言わんとこかな。ってことはあれか、多分ほら魔法陣4つあるけん、喜怒哀楽の4つが手に入るんだ。これなるほどね。ってことはどれから入ってもよかったんだろうな。よっしゃよっしゃ、とりあえず結果的に動画最初に手に入っただけなんだろうな。多分これキーじゃないかな。ちょっと待って、どこでもドアに入ったかのような飛ばされ方したんやけど、えらい違うところ飛ばされたんやけど。ここはどこだろう。俺は聞きたいし、なんか見えたし、なんかおるし。いや来ないで、もうやだ。なんかこんな時に言っちゃあかんけど、泣いた姿、泣いた顔がめっちゃ可愛い。そしてケロベロスみたいな、とりあえず黒い犬が追いかけてくる。あ、逃げるパターン、逃げるパターン、逃げる。あ、アイス、アイス。先の墓か、先の墓を目指せばいいんか。墓、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 墓を目指す。墓、墓、墓、墓。あいつ何お前、昨日間吸い抜きで行きよんな。吸い抜きでいいよな、俺も。うわ、ずるい、ずるい、ずるい。ずるい、そんなずるい。ずれずれ、おい、さがちまい、ちちまいよる。ずれ、あ、行き止まり、あ、危ない、危ない、危ない。危ない、なんか行けた、なんか行けた。なんか行けてしまったっけ。こっちかな。あ、これ、こっちか、こっち、こっち、あと、あとんか、これ。やばいぞ。笑ってられる状況じゃないけど、もう、ここまで来たら逆に笑う。あ、これ、あとんか、これ。よっしゃ、なんとかまっきょいような気もせんでもないよ。いけるよ。いけるんじゃん、いけるんやけど、どっちなんだろう。まっすぐ行っちゃったけど、いけるんこれ。お墓ない。多分お墓なんだろうな。あれ、こっち来たか。あれ、ループしてるこれ、もしかして同じところ入ったか。え、なにこれ。あ、いけたいけた、やった。お墓のし、お墓の場所。いや、書いてこれだ。やっぱ木の玉が手に入った。なるほどね。よっしゃあ。つまりこっちの右上が愛なんだろう。さっきセーブしとこう。さっきセーブしておきましょう。今のセーブよかった。まあこんなもんか。ファイル2にセーブした。あ、セーブしたらあかんところで。分岐のところでファイルに。分岐で残しとるところであるファイルに、よう考えたら。やっちまった。まあいいか。あー、やった、自分の部屋戻ってこれた。で、絶対これ自分の部屋じゃない。あんなシステムじゃないっていうか、こんな部屋じゃなかったような気がするって見たことないけど。な、なに？水が？なんなのこれ？とにかく部屋から出よう。出るぞ、出るぞ。赤台、なんで？どうでも、どうしか、どうにかしないと。どうにか、どうにか。
どうにか。パソコン。何それ何それ。そんなん知らん。これしか知らん。合ってない。何ですかそれ。9時45分で止まっている。0945、0945。0945。0945。094、ちゃん、あっとったー。あっとったー。よっしゃー。俺、起きたばっかやけど、結構頭は回転しよる。よっしゃー。愛の玉。愛の玉だって、哀れって書いての愛やけどさ。全然哀れな結果になってなかったのが、俺らしいというか、すごいというか。うん、やっぱ俺持ってる人間だわ。で、最後、ラックなんやけどな。まだ来た、ここ。家に帰ってきたパターン、そのに。戻って、これだの？ラック。ラックに帰ってくれましたの、ラックなのかな。案外、ラックに帰って、誰だあら、さえ、おかえり。今日は早かったのね。え？お母さん？お兄ちゃんは大丈夫なの？ん？ナオトなら、まだ大学にいるわよ。え？そんなはずは。ふふ、変なさえね。お母さん、台所にいるからね。何かがおかしい。何かがおかしい。何かがおかしいで。台所。ねえ、お母さん。お母さん。ねえってば。お母さん、引火したで。てか、部屋中引火したで。こんなの見せてどうしようって言うのよ。これのどこが楽やねん。喜怒哀楽のど、楽、楽だった。何もせんかった。結局見せられただけだった。楽だった、確かに。何これ。もう最初の方なんで楽なんて思ったけどさ。ただ見るだけだったけん、確かに楽だった。俺のプレイヤーとしてはな。でも、さえちゃん、ちょっと悲しい状況を見てしまったけん、楽っては言い難いよな。よっしゃ、こんな時はここを3回くぐって、好きな人と3回くぐろう。というわけで、なんか、4つの玉手に入れてしまった。水でできているみたいだとか、木でできているみたいだ。火でできているみたいだ。これど、資料で見たな、これ。なんか、書庫だったっけ？そこで書いてあったんで、見たやつと一緒か。まあ、よかろう。何使うかわからんからね、今は。はい。というわけで、まあ、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。